どうも、こんにちは、けいです。今日、サーブ、さっき、無印の購入品紹介撮ったんですけど、あの、もうそのまま撮ってます。はい、今日はちょっと、立ったままお送りしようかなと思ってますが、えー、一つ目の質問、服飾学生はどうしてドッキングや布をたくさんくっつけた服ばっか着てるんですかあれはおしゃれあのさ、無印でね、こっちは無印で、ちょっとこう、クリーンなイメージで、やりたいわけですよ。はい、あのー、まあ、案件とかもね、来る、来たらいいな、みたいな、 もう思いもあるので、クリーンでやりたいのに、こういうね、あのー、攻撃性のある質問が、僕のもとにはやっていきます。はい。あのー、まあそう,いうね、はいはい、まあしょうがないですが、えー、副小学生のあのー、まあ、複雑なレイヤードやドッキング、まあ確かにね。うん、まあでもまず一つはね、多分ね、イメージっていうのがあると思うのよ。もう副職学生というか、まあ、その副小学生の中でも、こう、個性がすごく出てる人たちっていうのは、ああいうスタイルをするみたいな、 ちょっと固定観念というか、それを、ま、いろんな先輩を見てきてる後輩たちがそれを真似してっていう、こう、追いかけっこ。だから一部、一部なんていうかな、それに憧れて入ってるというか、ああいうスタイルがかっこいい、ああいうのがいいな、みたいな思いもあって、不織学校に行って、そういうスタイルをするっていう人たちもいると思うので、まずはその先輩たちが作り出してきた一つのスタイルというか、まあ、伝統っていうと言い過ぎかもしれないけど、そういうこう風潮があるっていうのは、 まず一つあると思うのね。で、まあ、もう一つは、やっぱ、こう、目先の個性を取った結果とも言えると思うんですよ。まあ、本来このファッションの世界の個性って、 まあ、いろんな要素があって、もちろんね、人間から滲み出るものもあるし、じゃあアイテムの組み合わせなんかも、例えばブランドの組み合わせ、ハイブランドと、じゃあファストファッションくっつけるのか、ハイブランド同士でやるのか、まあどういうブランド持ってくるのか、まあアイテムのチョイス、色とか、素材とか、本当に細かいところに個性が出るし、細部のバランスとか、まああとはアイテムのクオリティとかも含めてですけど、ね、クオリティを上げてったりとか、あえてここにチープなの持ってきたりみたいな、いろいろあるけれども、まあ、その中でも多分一番わかりやすく、 あの、端的にというか、目先で取り入れられる個性って、他の人がやらないような派手な格好をする。要は、スタイリングをもっと複雑化させて、あの、なんていうのかな、もういろいろごちゃごちゃごちゃ書いて、とにかく足し算すれば、まあ、なんていうんだろうな、個性として深いものがあるかっていうと、ちょっと何とも言えないところだけど、あの、決して別に薄いとは言わないけど、 微妙なところですけど、まあそういったものっていうのは手に入るじゃないですか。例えばこのじゃあ僕が今回無印で買ったこのトラックジャケットも、まあシンプルな黒。これだと、個性って出てるっていうと、まあ別、 出てないじゃん。まあ、黒を選んだっていう個性とかはね、そこにあるのかもしれないけど。でもこれがじゃあ、この4つのちょうどね、お腹のブロックのところでピンク、黄色、なんか赤、白とかのパターンにクレイジーにデニムやサテン、レザー、じゃあ例えばなんかでこうブワーッとドッキングされてて、それにさらになんかもう、わかんないけど、レイヤード、レイヤードみたいなのしてさ、まあベスト着て、コート着て、そこにストール垂らして、みたいなのやったらさ、それも個性じゃん。あ、なんかこの人すごいな、みたいな。 ものが出来上がるので、まあそういうこう、目先の個性って言い方は良くないのかもしれないけど、まあそういうものを取りに行った結果でもあるのかなって、派手に髪を染めたりとか、もうとにかくその視覚的にパッと見でわかる個性っていうところを追い求めた結果、ああいうこうスタイルっていうのが、まあ、うん、増えてるというか、こう、副小学生の中で、うん、まあ多くなってるっていうのはあると思う。まあでも、最初の理由であるその先輩たちのスタイルっていうのも僕は入ってくるかなっていうのは、 思ってる。みんな歴代がそうだったから、ああいう世界に憧れて復調学校に行きたいっていう人たちも多いから、まあそっちもあるのかなっていうのは、思いますね。はい。じゃあそんなとこです。で、次が、近くに店がない人を除いて、服好きなのに実物を見たり、試着をせずにネットで服を買うのって矛盾してませんかうーん。まあ、まあまあ、言いたいことはそれわかるよ。言いたいことは、ものすごくわかるから、 そうだね。まあね、もちろんね、その最初に言ってるより近くに店がない人っていうのはしょうがないと思うし、まああとはだから、あの、セレクト、ね、その海外の通販とか、そういうのでしか取り扱いがないとか、まあこういうケースはとりあえず置いといて、まあそれはオンラインで買うしかないから、まあそれは置いといたとして、うん、まあそういうね、買える、ね、ちょっとの距離に行けば買えるようなものをオンラインで買う人ってどうなのっていう意見っていうことですよね。 うん、まあでもこれね、その流れというか、自分の買い物の仕方だと思うんだよね、スタイルというか。多分そういうのって本当に細かく言うといろいろあって、例えばそうだな、まあ、僕学生の頃なんかそうだったけど、毎回、 現金で買い物してたあーのね。そう。毎回現金で買い物してて、クレジット持たずに。で、周りのね、学生の友達とかもクレジット持ったりとかしてたんだけど、なんかクレジットにちょっと抵抗あって、ずっと現金で買い物してて、なんかそれ自分のスタイルだったし、そなんかそういう、なんていうのタイミングタイミングで、こういう買い方をするみたいな、あの、自分のリズムみたいなのができてくるから、僕の場合だと、それがまあ今はもちろんクレジット使うけど、まあ、店舗で買い物をするっていうのが、 なんか、ルーティーンというか、になってるよねあの。さっき無印の動画もちょっと出してるけど、その時も言ったけど、本来だったら、このトラックジャケットも、まあ、XXL でもいいんですよ。正直ね、サイズ感的には。僕の、まあ、僕身長がほら、ちょっとでかいから、いいんだけど、 でもなんだろうな。あの見つけた時の、え、無印にトラックジャケットなんてあるんだ。じゃあこれ買って動画にしてみよう、みたいな。で、実際に俺も普段から使ってみよう、みたいな。そういうこう、インスピレーションというか、ファッとこう、今来た時に、その場で買わないと、僕多分オンラインでその後頼むってこと、やらないのね。もう、なんだろう、買う気が失せてしまうというか、そう、それぐらい僕は結構店舗重要型だから、まあ無印ってちょっとカジュアルな話だけど、 そうだから、それは僕のリズムだし。でも、多分ずっとオンラインで買ってる人たちなんかは、多分その店舗に行くのが、すごくハードルが高かったり、腰が重くて、わざわざ色着替えて、電車乗り継いで、行って、買ってきて、帰ってきてみたいな、めんどくさいな、もう家でいいわ、みたいな、そのリズムの出来方だと思うから、まあこれはしょうがない部分もあるんですよ。実際、まあ僕がね、あのメインで言うように、店舗に行った方が、スタイリングその日考えて、ね、まずそこで一つして、考えが生まれて、 で、まあ、実際にその街に行くと、まあ、特にね、東京とか大阪とか、まあ、あの、地方都市なんかもそうですけど、栄えてるエリアに行けば、まあ、おしゃれな人たちとか、いろんなこう、スタイルの人たちが見れて、それも視覚的に刺激になるし、で、実際に店舗に行くと、 まあその店舗の人たちね、スタッフも行けてたりとか、やっぱ自分と似たようなのが好きな人たちが集まってたりするんで、すげえかっけえやつもいたり、なんか見たことないような組み合わせしてる人もいたりとか、いろんな人がいて、一つの服を買うというね、その、なんていうの、プロセスの中に、いろんな工程があって、メリットは大きいよねっていう話を、前にね、メインでやってて、あの動画すごい好評だったんですけど、まあああいうのは僕の、なんていうんだろうな、持論というか、まあ要は、 綺麗事って言ったらちょっと違うけど、まあ、本来ベストはそうだよねっていう話としてはそれだと思うんだけど、まあでもね、リアルクローズ、リアルクローズ、リアルライフというか、ライフスタイルの中で、あの、それをこうね、いかにできるかっていうのは、まあ結構リズム作るのって難しかったりするから、まああの、これはしょうがないのかなっていうのは、まあ思ったりはする。 うん、まあこれ難しいよね。わかるよ、気持ちは。めっちゃわかる。僕も一つ、ちょっと軸が変わっちゃうかもしれないけど、トレーニングするなら、周りにそういうかっこいい肉体をした人たちがいて、いろんなトレーニングの環境が整ってる、ジムに行きゃいいじゃんって、あの、自分で自分に思うんだけど、僕動画演習とか、そういうパソコンの作業を一日ずっとやって、そこからジムに行くっていうテンションにならないのよ。 正直。だからずっと行けてなくって。契約したのに行ってなかったりとか、そんな時期がずっとあって行ってなくって。だったら、なんか自宅でトレーニングできちゃえばと思って、最近そのフィットネスバイクを自宅に買ったりとか、ヨガマット敷いてたりとか、そんなことしてるんだけど、まあ、なんだろう。それも本当はジムに行った方が絶対ね、あ、こいつには負けてらんねえぜ、みたいなとか、機材あってテンション上がるとか、あるはずなのに家で済ましちゃう、みたいな。 そういうのあったりするから、た分それをファッションに置き換えるとそういうのと近しいというか、ところはあると思うから、すごくね、あの、まあそのオンラインでっていうのは、ファッションで言うと、いやいやいや、店舗でっては思うんだけど、他のことで言うと、まあそういう簡易的な方でダメだ、ダメというか、あんまり良くないって分かってるのに簡易な方で済ましてしまうっていうのは、よくあったりする話だと思うから、あまあこれ難しいんだよね。リズムって。結構リズム変えるのは難しい。あの、何でもそうだけど、 普段から何もしてない人がいきなり行動したりするのが難しいのと同じように、もうずっとオンラインで買ってる人はやっぱそれがもう自分の買い方になってるから、っていうのはあるかな。気持ちとして意見は正しいと思う。この質問者の方、僕もそれを織り出し、もちろんね。そうなんだけど、まあ、そうじゃない人たちのことも少し思って話すと、まあ、うん、リズムの買い方っていうのはやっぱ結構人生でタイミングというか、何かこう、イベントとか出来事がないと、難しいところっていうのはあるのかな、というのは思いますね。はい。そんなとこ、はい。 次、えー、次ちょっと面白いね。えー、ファストファッションに移行して気楽に服を楽しみつつ他の趣味にもお金を使いたいけど、今まで高い服を買うために使った時間、お金の全てを否定された気分になり、なかなか移行できません。 ほう、なるほど。もう、その、いろいろ自分の中でいいブランドを買うっていうフェーズを終えて、ファストファッションとかに行って、まあ、要は服はもう、あの、最低限にして、その他の趣味とかいろんな時間に、え、お金とかいろんなのを使いたい。でも、それやっちゃうと、過去の自分を否定してるようで、まあ、努力とかも含めて、ちょっと嫌だなっていう気持ちがあると。すげえわかる。うん、これ僕も結構そういうの思いがちなタイプ。あの、ファッションだけじゃないけど、いろんなものに対して、 今までやった自分の努力。じゃあ、例えば、A という方向性で何年も努力してきて、それをいきなり B に変えるって、A の努力を、なんか自己否定なんだけどね、自分の中で、A の努力って無駄だったんか、みたいに思っちゃうタイプなのよ、僕も。これ本当にすごい、すごいすげえわかるなと思ったんだけど、そういうタイプなんだけど、最近ね、 これもなんかちょっと本を読んだりとかそういうのをしてからかもわからないけど、ちょっと考え方がなんか少し変わって、要はその過去があるからこのアイディアが生まれてるっていう風に捉えると、要はこの方の場合はいろんな服とかそういうものに死ぬほどお金を使ってきたっていう実績というか経験というか過去というか歴史というかさ、それがあるから今は最低限の、多分ファストファッションで最低限だとしても、 多分これくらいの方ってそれなりのスタイリングを組めちゃうと思うのね。それはだから最初からファッションに使わずにファストファッションだけで生活してたらたどり着けないところまで多分どり着いてると思うから、そこをベースに最低限にしてベースをね、その他に使うっていうのは基盤ができてると思うので、ファッションで。そう考えると自分が歴史とか自分のその何ていうの過去の時間でお金や時間を使って作ってきたそのしっかりとしたファッションのベースっていうのがあってその他に移行できるので、 要はね、進化なんですよね。自己否定ではなくて、そう、レベルアップしてるっていうことに、これ僕もね、なかなかずっとあの、今まで気づけなかった部分で、結構僕も本当にこういうのを思うがちだった、思いがちだったの。自己否定というかね、さっきも言ったけど、いや、俺の努力って何だったんだとかと思うタイプだったんだけど、考えると、その努力をしたから、そのアイディアに出会えたということに、考えれば、そういうことに気づけば、まあ、この問題というのは解決できるのかなっていうのは、 僕は思う。うん。まあファッション、ね、ファストファッションに移行して気楽にやりたいっていうのは、ファッションいろいろやった人がたどり着くところだから、それ素敵なことじゃないですか。 うん。で、多分、いろいろまたやってると余裕が出て、つまみたくなってさ、ちょっとこう、いいブランド、まあ、ライフスタイルに合うような、オーラリーのニット、柔らかいの買っとこうかなとか、マルジェラの、なんかいいパンツ、一個欲しいなとか、ちょっとタイムレスなさ、ちょっとデザインのもの欲しいなとか、そういうのがこう思うようになって、それがまたちょっと落ち着いた自分のスタイル作れたりみたいな、それも出てくると思うから、あの、思い切ってこれをやっても全然いいと思う。あの、過去のね、もちろんお金とかっていうのはなくなったものは確かにあるかもしれないけど、それがあるから、次のアクションが起こせてるので、って考えるしかない。 過去は。うん。で、僕も最近になって思ってます。なので全然偉そうなことは言えないんですけど、僕も最近になってこの考え方ができるようになったので、ていうのは思うかな。うん。そんな感じ。はい。そんな感じ。うん。そんな感じ。はい。次。えー、部屋着や寝巻きはどのようなものを着てますかあー。まあ、でも本当にね、僕、前のラジオでも言ったけど、結構、パン1のスタイルが好きなの。まあ、上 T シャツは着るよ。上普通の半袖の T シャツは着るんだけど、にパン1が基本一番心地いいんだけど、 うん。まあ、寝る時とかはそれかな。部屋にいるってなると、ま、さすがに、ハーフパンツというか、なんかジャージのハーフパンツ履いたりとかするし、まあ、あとは、今日ですね、あの、そのメインでも紹介したけど、ま、ほんこういうシンプルなロンティ。まあ、しかもこれちょっとストレッチ入ってるから、まあ、こういうような、ま、楽なやつとかを、 着てるかななんかそのパジャマでルームウェアで何かを買ったりとか、そういうのしたことないから、いわゆるなんかあるじゃないですか。あの、ルームウェア用のやつみたいな。あれとか買ったことないので、まあ普通の半袖の T シャツとか、あの、サッカーの時入ってたなんかゲームパンツとかそういうの履いて、あの部屋でカタカタやってたりとかするかな。うん、本当に僕はその辺は割と適当。うん、割と適当なんだけど、今回はこれも含めてだけど、まあこれも本当ね、あの、日常的に使って、まあこれ移動着とかちょうどいいかな。 うん、あの、ね、ひどき飛行機乗ったり、新幹線乗ったりとかの時とか、すごい、あの、気楽でいいなと思ったので、まあ、そういうのとかは、あの、こういうような感じでもうざっくりしたので、買っちゃうかなっていうところ。それとこだわってる人ってすごいよね。あの、そこのね、あの、どっかのいい、ニットブランドとかのいい、ちょっとこう、柔らかいルームウェア持ってますとか、いや、洒落てんなって思うんですけど、僕多分ね、そういうライフスタイルしゃれてる系じゃないんですよ。多分。多分僕そういうとこちょっと適当で、 そう、なんかその興味あるところとないところの差が僕はすごくはっきりしてて。まあそれは僕の個性だと思ってるんで、それは全然いいんですけど、っていうタイプなので、例えばなんかインテリアとかもすげえ充実させたいかっていうと、それなりでいいんですよね。なんか無駄がなくそれなりに自分が好きなものとかが置いてあったりすればよくて、なんかそれをこう突き詰めようとは、 僕はならないの。のファッションは唯一になったんだけど。あと今で言うと YouTube は突き詰めようっていうのはなってるんだけど。そう。それ以外のものは、まあ、まあ、これからもいついっか、みたいな。なんか植物いっぱい欲しいけど、まあ、2、3個あったらまあ、それでいいや、みたいな。<laughs> 結構そんな感じだから、っていうところはあるので、あの、部屋着とかもそういうのも割と僕は適当かなっていうところですね。はい。っっえー、次、最後にしようかな。普段シンプルめなのですが、イヤホンやスマホのストラップと小物は黒より差し色おすすめですか ああ、なるほど、なるほどね。ちょうど今僕手元に、あの、下のテーブルにイヤホンあるんですけど、例えば、こういうことこれでいいんじゃない <laughs> 白でいいんじゃない <laughs> いや、まあ、確かにオレンジとかだったら、あ、オレンジとかいいかもね。あ、まあ、確かにそういう考え方もありだね。スマホは別になんか飾る必要は、僕はあんまり好きじゃないから、あの、シンプルでいいんだけど、一番ノーマルがいいんだけど、 まあ、イヤホンとかは、紐ありとかだったら確かにこれオレンジとか、まあなんか、イエローとか、あえて。水色とかもいいかもね。そういうので、刺して、それをどっかの色とかで拾ってたら、ちょっと面白いかもね。そういう遊びも確かにできる、かもね。ああ、確かにな。っていうのはいいかも。まあでも、あの、耳に刺すタイプ。僕この有線が好きだからさ、ずっと有線使ってるけど、あの、エアポッ s とか、ああいうタイプとかだと、シンプルに白とかグレーとか、あんまり邪魔にならないようなのが、 いいんじゃない耳に多分あんまり赤とか緑とかがボンってあっても、それはそれでインパクト出ちゃうから、紐だったら遊びはいいかもしんないけど、っていうところかな僕はこの白がなんか一番いい気がして、いるうん。これがなんか一番ファッション的にも、なんかこう、ちょっとラフ感出て、うん、すごくいいなと思ってるので、そんな感じですね。では、今日はこのとこで以上です。はい。じゃあ、皆さん、最後までご清聴ありがとうございました。バイバイ。